子犬いっぱいおるかな。子犬いっぱいおりました。はいはい、びっくりしました。これはみんなおそらく餌やってんやろな。この寄ってくるってことは亀もあれは何や、すごい何ていうんやろ、あの鳥は。あら、親子でございましてね、さっきから親がついとんですよ、子供をね。こんな広かったんかな。散歩道路になってますから、みんな歩いてありますよ。あ、さっきのウイ、なんだろうな、ウイジのがね、よくわからないけど、親子でね、ずーっとおそらく。横までね、住宅街だから、横歩けんかね。これか。横穴式石室の可能性があろう。円筒ハニワ列も見つかった。ということはかなりね、これは何世紀やろう。古墳時代後期やからかなり後やろな。住宅地の中をずっと歩いていた記憶なんかあんねんけどね。住宅地に抜ける道がないもんね。おかしいございまして。おお、ここにも看板ある。野の上、埴輪、釜跡、どこがあんだろう。このボケの山ってどこにあるの。あ、人間の北西のこの辺ちゅうことかや。それは知らんな。この付近ちゅうことだよね。これがそこでございます。ちょっと量としてはね、小ぶりですけど。見られへんか、その形は。ああ、わからんな。まあまあ、あのね、あの図面が書いてあったけど、まあ若干、感じは出てる、感じは出てるかな、感じは。はい。出てるね。ああ、ゴー止まっとんだけどね。あら、護岸工事してないぞ、ここは。されてないと思うんじゃねえ。ここから入られんの、これ。おお、なるほど、なるほど。かなりあの横幅広ございますね、これはね。緑ヶ丘公園。降りられませんか。階段あるよ。ありがとうございます。階段使わせてもらおう。はい、両時だいぶね、道をカットできたね、これね。あっこやからね、
100メートルなんか回らないから大変だよ。あ、ここもまた住宅になるんかね。ずっと田んぼやったんだけどね、この辺ね。ずっと田んぼやったけど。ここは3回目、2回目か、そんなもんかね。はい、ちょっとね。もう周りが住宅地だらけで、回ることできないんでね。大変だ、これ。人間線の。人間線の量でございます。はい、ありがとうございます。ああ、残念。住宅でございました。残念でございました。もう奥も住宅がいっぱい建ってますもんね。ここも住宅になりますと、みんな今造成してますからね。こんな状況でございます。まあ小ぶりは小ぶりやけどね。まあ問題点はね、そろそろ事情変更できませんねけどね。分かってるところだけでもね、本当に天皇陵、天皇さん泣いてありますよ。わしはここじゃない言うてね。はい、どうもありがとうございました。ちょっと回りましたけどね、ちょっとずっと歩いて1時間ぐらいかかったかね。はい、ありがとうございました。人間天皇陵でございました。